こんにちは、吉谷さん。今回はですね、売れる商品の作り方を私の体験からお話します。私もね、麻雀店をずっとやってきまして、その途中でネットビジネスという情報商材があるというのを知りました。で、自分の商品を作るときにね、確かに私は最初は自分の商品をバンバン売ってたんですけども、自分の商品を作るときに、じゃあ自分の情報を集めたいわゆる情報商材っていうのはどんなものが作れるかなと思ったときに何も思いつかなかったんですよ。これ多くの方も同じだと思うんですよ。作ったところで売れる商品ってどうやって思いつけばいいのかなってところだったんですよ。それね、実はね、トンチみたいな話なんですけども、むちゃくちゃ簡単で、売れてる商品と同じものを作ればいいんですよね。だから売れてる商品をまず買うってことが大事なんですよ。そうなってくると私の答えっていうのは、行動っていうのはすごくシンプルになりまして、まあ、例えば誰かがね、作っている売れてる商品がありますよね。これ売れている情報商材っていうのがいっぱいあるでしょ。じゃあそれを買ってきてですね、その情報商材、買った人にはその情報商材の中身が分かるけども、買ってない人には分かんないわけですよ。じゃあその買ってきた情報商材を、あ、なるほど、こういうこと言ってるのか、あ、なるほど、こういうふうな話の持っていき方でこれがオチなんだな、よしと思えば、その同じような内容を一語一句同じじゃダメですよ。自分の表現で話すわけですよね。で、再現するわけですよ。それで完了です。だから私はこっちで、こっちのパソコンでね、インプットをして、こっちの、パソコンでアウトプットを同時にしたわけですよ。こっちで2分か3分話したのを、こういうこと話してるのか、よし、こっちでアウトプットで、こっちでもう一回ね、一時停止したのをもう一回見て、なるほど、続きはこうだったのか、よし、じゃあ一時停止、こっちでアップロードみたいなことを繰り返して、結局30分ぐらいの商品ができましたっていうことで、リリースですよね。商品作るのは非常に簡単で、どの商品が売れるのかってことは、売れている商品が売れてるわけですよ、ね、ですので、例えばこっちの売れてる商品が30万だとしたら、自分がそれを再編集してね、自分なりに講義立てて作ったものを、じゃあ19,800円、これでよくないですかと、ね、だって有名な人がバンバン売る30万と、始めたばかりの人が初めてね、その商品を見よう見まねで作ったものが同じ金額なわけないんで、じゃあこっちで30万で躊躇したように、まあ、19,800円だったらどうかなって感じですよね。でね、私が一番最初に作った商品は、まあ、自己アフィリエイトの商品だったんですけども、最初から自己アフィリエイトですよっていうふうに商品をリリースしたかっていうと、そうではなくてね、10万円儲かる方法を2万円で売りますよというふうな話の持っていき方だったんですよね。2万円で買ってその商品を使ったら、10万円稼げたら差額の8万円儲かるでしょ、こういう商品って売れると思いませんか、買ってくださいよって形ですよね。これ買うんですよ、人は。だって10万円で買って、10万円で買いますよ。で、2万円しか儲かんなかったら8万円の赤字でしょ。で、そんな商品セールしても売れないじゃないですか。でも逆ですよね。この商品2万円ですよと。でもこれを使ったら10万円稼げますよと。しかもそれは継続的に10万が10万10万10万って稼げるんですよと。いかがですかって形だったら、あ、なんだ、それはどういうものなんだろうって思いますよね。で、報酬画面がバンと出てると、ほら、この通りって感じですよね。そしたら、もう買いますよね。しかもそれをセミナーでやりますよ。対面でやりますよ。あなたの目の前でやりますよ。っていうところからスタートしたんですよ。だから最初は情報商材じゃなくて、リアル情報商材っていうかね、私が目の前でやりますよと。パソコンを並べてやりますよっていうふうな情報商材だったんですよ。19,800円。自己アフィリエイトの方法。ね、最初は10万円売り上げが出るまで私がべったり横についてやりますっていうふうなプロモーションだったんですよ。で、モニター販売、10万円まで私が面倒見ますと。この日のうちにできなかったら、次の機会を作ってても10万生かせますと。どうですかって感じですよね。実際は最初に2万3万売り上げたところで、やり方が分かったんで、もう久保さんいいですよと、あと一人でやります、楽しみだなーって帰ってきましたね。で、そういうふうな形ですよ。でね、次にやったことってのは、そうやって人に指導してるところを動画で撮って、その動画を売るっていうことですよね。要するにセミナービジネス、セミナーを、まあ、入場料3000円でやるわけですよ。最初はね、40人ぐらい来たんですけどもね。で、そこで私が講義をしている2時間の内容を全部動画で撮って、その動画を会場に来れなかった人、当日都合が悪かった人に販売と。で、第2回目のセミナーは第1回目のセミナーの有料の動画をプレゼントしますって感じでね、畳みかけるわけですよ。だから継続して私は広島市内でね、5年に及ぶセミナー生活が続いたんですよ。5年間毎週
会場を借りてセミナーしました。会場の人もね、儲かったでしょうね。会場のレンタルスペースの方も、それまで予約なんてほとんど入んなかったのに、久保さんのセミナーはいつも満員ですね、儲けていただいてね。でそのセミナー会場の人とも仲良くなりましたよ、でね、私のセミナーの打ち上げだけ来るみたいな感じになりましたけどね。そう、打ち上げもね儲かったんですよ。セミナーやった後懇親会とか行って打ち上げするじゃないですか。その打ち上げが要するにセルフバッグの店なんですよ。その会場で一人ね3000円とか3500円集めるでしょ。幹事が全体の売り上げの 20% もらうみたいな仕組みでね、その懇親会でも儲けるみたいなね。でしかもその懇親会で、実はこの懇親会場このセルフバッグの仕組み使ってるんですよと。ですから皆さんも会社で幹事を率先してやって、ここに、その忘年会とかを設定してね、 20% あなたがいただいてくださいっていう風にやって、そこを使わしたと。その店も儲かりましたね。だからね、こうやって情報商材の仕組みを使うことによって、多くの方が喜んでね、多くの方が助かって、売り上げのいってない飲食店とか会議室は客の動員が成功してみたいな感じで、私なりにね広島市内の経済を大いに盛り上げて貢献したなという思いとともに、それだけのことをする、それだけマーケットを広げた私が利益を得ていいだろうっていうふうな気持ちでしたね。だからしっかりと利益を得ました。で私の作った売れる情報商材っていうのはそんな感じなんですよ。売れる商品を売ったということですよね。私自身が作った商品ではなくて、もう市場にもう売れている実績のある商品の真似事をしたんですよ。でそしたらね、いやオリジナルの商品じゃないとダメでしょっていう方いると思いますよ。じゃあ逆のこと言いますよ。私が完全にオリジナルの商品作りました。例えば FX の教材作りました。 FX の教材ですよって作りました。似たような商品って世の中にないですかね。完全私のオリジナルですかね。私だけがその商品作ってますかね。たまたま同じ商品は5万と溢れてます。だからね、自分の頭だけで作ろうと思っても、結果作ったものは誰かの商品に瓜2つなんですよ。だったら最初から誰かの商品をオマージュしてモデルにして自分なりの解釈と発信でやっても一向に問題ないわけですよ、それこそね、 A さんっていう有名人から買わなかった人が私から買うっていうのが起きますからね。だって堀江貴文さんの出版物ってたくさんあるわけですよ。ひろゆきさんの出版物もいっぱいありますよ。大悟さんのイシューもいっぱいありますよ。そのこの3人のビッグネームから買わなかった人でも私の商品は買う例があるわけですよ。もっと言ったら、私を含めてこの4人のね、ビッグネームかどうか分かりませんけど、私はね、4人の発信者から買わなかったのに私の弟子から買ってる人もいるんですよ。だからね、どれに価値を感じて何にお金を払うかっていうのはみんな違うんですよ。だから絶対にね、あなたが作った商品も売れます。もし売れないとしたら、その原因は何か、プロモーションが少ないということなんですよ。要するにお知らせしてる、その商品はあるんだけども、しっかりしてるんだけども、商品を知らせるこの媒体を育ててない、発信を十分やってないってことなんですよね、ですんでね、商品を作るよりも大事なのは自分が知られていること、自分の商品が知られていることなんですよ。そっちの方が問題なんですよ、転売屋の方ってメルカリとかアマゾンで売るでしょ。要するに自分の手元にある商品を自分の発信で売る、知らせる力がないから、そこそこの知らせる力があるね、メルカリとかアマゾンに依存してるんですよ。お知らせをそこに投げちゃってるんですよね、だからね、商品が作れたら今度は媒体力をねつけていかなくちゃいけないかなと。要するに知らせる力を、その次に売る力です。知らせたらこの商品はいいでしょ、3万円ですっていうふうに言えるかどうかですよね。こういうふうに商品力と媒体力と販売力、この3つがあれば商売は終わりです。それで永遠にお金を作っていきます。で吉田さんもね、3時間かけて商品作った、4時間かけて商品作ったって言って、いや無茶大変でしたって言うでしょ。でも1日なんですよ。少なくとも今回作った商品、吉田さんのプロモーションにかかれば1ヶ月100万200万売れるでしょ、1ヶ月で。よくないですかこれ。だって通常は1日10時間それを22日とか23日働いてヘトヘトになって20万30万でしょ。 どうですかね。だから情報の価値がそれほど高いってことなんですよ。で労働の価値はそれほど高くないってことなんですよ。もっと言えばね、労働で積み上げた100時間は1時間の情報発信にかなわないんですよ。そのぐらいすごいんですよ。もうそれはもう時代が変わったんでしょうがないです。200年前は
とにかく生きるためには農家をやるしかなかった。みんなでね米を作るしかなかった。そういった食品の価値がすごく高かったんですよ。今は食品の価値高いはずなのに、マーケットを見ると食べずに捨てられてる商品がどれだけあることか、ね、廃棄されるコンビニ弁当がどれほどあることか。日本人が全員かけても食べられない量をもうすでに生産してるってことなんで、シンプルに言って食品の価値は下がっちゃいましたね。でもそれよりも食品にどんな添加物が含まれているのか、どんな栄養素があるのか、何カロリーなのかという表示、要するに情報の価値の方が高くて、その情報の移管によって商品が売れたり売れなかったり、商品が廃棄されたり、きちんと食べていただいたりとかするわけですよ。もっと言ったらね、これは1週間保存が効きますとかね、冷凍保存で1ヶ月持ちますっていうふうな情報を添付するだけで、その商品が売れたり売れなかったりするわけなんですよ。とかくこうやってね、私たちは情報に囲まれて、情報に支えられて、情報に助けられて生きております。ですので相対的に考えて、残念ながらね、労働の価値は情報の価値に比べてかなり下がったと言わざるを得ないですよね。でその下がり続けた労働の中にいつまでいるのかってことなんですよ。もっと言ったらね、こっちの A っていう労働があります、 B っていう労働があります、 C っていう労働があります。一番有利な労働は ABC のうちどれですかっていうふうな情報が一番貴重なんですよ。 ABC という労働を全部試した上で、あ、 A が一番良かったねっていうふうな暇がないんですよ、人にはね。でもそれをやっちゃってるんですよ、情報を取っていかないから、ね、ABC という仕事があって、それぞれ月給が30万、35万、20万とあるとしてね、お金だけ見たら B の情報の方が優れてるんだけども、でも B の労働の方が優れてるんだけども、情報によってはね、35万のやつってのは勤務時間が1日15時間ですよっていう情報が添付されてたらどうしますかってことなんですよね。その35万の労働ってのはとても続かないよって話になって、せっかくの35万を目の前にして退場ってこともあります。でも30万の A っていう労働は勤務時間とか、それからその保証とかもうまくいってますよ、休日もありますよってなると、確かに5万円安いんだけども、他の情報で勝っていれば A を選べるよねってことになっちゃうんですよね。で C っていうのは確かに給料は20万だけども、福利厚生ががっつりついていて、トータルで考えたら B よりも A よりも優れてますよっていうふうな説明があったら、それは C に行くでしょうってことなんですよ。こういうふうに情報ってのは見えれば見えるほどね、もうその商品の価値を高めていく、労働の価値を高めていくってことにもなるんじゃないかなとですね、まあ、この辺説明すると長くなるんですけども、まあ十分長いですね今回はね、だから私たちは何を仕事として選ぶか、何を収入源として選ぶかっていう時に、とにかく労働時間かける単価っていうのはもうすでに限界が来て、そういう時代は過ぎたんですよね。少なくともこの日本では労働時間かける単価っていうものに執着している限り、ブラック労働を免れない、そして平均年収がもう頭打ちになるってことは避けられないんですよ。ただね、情報を扱っていく、多くの人が求めている情報を扱っていけば、自分の市場価値はどんどん高めることができます。でもだってね、なんでねスマートフォンが売れるんですか、スマートフォンで何やってるんですか、情報をやり取りしてるわけでしょ。だから情報に関わったら大儲けってことなんですよ、もうシンプルにそれだけですよ、ね、で私が麻雀店でいくらね勤務して一生懸命麻雀やろうが、麻雀のスキルを上げようが、一発の情報にはかなわないんですよ、セルフバックの情報にはかなわないんですよ。そのぐらい大きな差がありますので、私は全ての会社、全ての店舗、全部を放棄して、この YouTube という情報商材、一本に絞っても、余りあるお釣りが来ました。ということで、もうすぐ納車です。ありがとうございました。